魔法の国が消えていくは、アメリカの小説家ラリー・ニーブンの1976年の短編小説、及びそれを元にした1978年の中編小説と同盟の中、短編集、または同じ世界を舞台とした小説のシリーズ。魔力をエネルギー源として扱ったことから話題を呼び、ロジカル、ファンタジーとも呼ばれた。ニーブンの作品に触発された作家たちが、 同じ世界を舞台とした作品を執筆し、短編集が出版されている。主な舞台は1万2000年前の地球。マナと呼ばれる魔法の力が枯渇しつつある世界において、魔法使いたちの物語を描く。中でもウォーロックと呼ばれる魔法使いを主人公とした3作品が中心となっている。作中では、マナや魔法について以下のような描写がある。マナは、 地球上の天然資源であり、魔法を使うことで減少する。マナが枯渇した場所では、魔法は使えない。マナに依存して生きている生物は、マナの枯渇した場所では死亡するか変態を遂げる。魔法で作られた物体は、マナの枯渇により崩壊する。隕石などの地球外から降ってきた物体にはマナが、含まれている。また、殺人によっても、大量のマナを得られる。 魔法使いは名前を知った相手を操れる。そのため魔法使いは本名を明かさない。ウォーロックは魔剣グリランドリーを持った剣士ハップに襲われる。ハップの目的は彼と同棲している村娘のシャーラを手に入れることだった。ウォーロックの魔法はすべてグリランドリーに吸収され、背中に封印しておいた影の悪魔も倒されてしまう。最後の手段として彼は ウォーロックの車を作動させ、グリランドリーからマナを奪って消滅させる。しかし、マナの枯渇によって、フローの呪文も、効力を失い、一気に老人となったウォーロックは死に瀕する。ウォーロックとグリランドリーの対決により、マナの秘密は世界に知れ渡った。対決から一年後、ウォーロックの住まいに、人狼のアランが忍び込む。アランは、ウォーロックの車を盗んで、 反戦活動に使うつもりだった。魔法が使えなくなれば、人々は生命の危険を犯すような戦争は行わなくなるというのが彼の考えだった。しかしアランはウォーロックに捕らえられ、ガラスの探検を胸に刺される。ウォーロックによれば、魔法が効いているうちは探検は消えているが、マナの希薄な場所に行けば、実体になってアランの命を奪うという。 ウォーロックの元を逃げ出したアランは大陸で暮らすようになる。一方、集落の人間が人よのうちに姿を消すという事件が発生し、ウォーロックを悩ませるようになる。現場には結婚が残されていたが、人々の行方はわからないまま、同様の事件が数十年にわたって続く。やがて事件の犯人に妖術師がいると突き止めたウォーロックは対決を決心し、 アランに同行を頼む。妖術師のウェービヒルとの対決から約20年後。ウォーロックとクラブフートは魔法使いたちを召集し、ドクロだけとなったウェービヒルを復活させた。会議の目的はマナを取り戻す方法を話し合うことであり、ウォーロックは月を地上へ下ろして、そのマナを使う計画を立てていた。剣士のオロランデスと魔法使いのミランデを加えた。 一行は、ウエビヒルの案内で、地上最後の神を探すための旅に出る。神を復活させれば、月を下ろせるかもしれないという考えだった。しかし、ウォーロックに反感を持つ魔法使いのピランサーが、密かに彼らを追跡する。ウォーロックたちは、最後の神が眠るという山脈を目指すが、妨害が入り、ウォーロックとクラブフートは、北欧人に捕らえられる。オロランデスと ミランディは山へ登り、最後の神が収められている巨大な世界の虫の口までたどり着くが、ピランザーの襲撃を受けてしまう。数々の危機を脱したウォーロックたちは、ようやく神を発見して、復活に成功するが、神の真の姿と計画の行く末は、ウォーロックの想像を絶するものだった。ありがとうございます。